今日は、えー、上太郎のショップをですね皆さんに来店い,いただいたよ疑似体験といいますかねご紹介ねご案内したいなと思っておりますじゃ、はい、では早速行きましょうか今日は私カメラマンケビンもです、ねはい、一緒にちょっとナビゲートしながら行きたいと思いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますあのー、うちのね店は実は4階の角にあるんですね、はい、一般的には分かりにくいって言われる場所にございますので一番奥ですもんねそうなんですよ、はい、この角のね小さな 入り口なんです。実は奥はですね、こうちょっと壺のようにちょっと大きくなってまして、同じくその空間にねカフェが一種入っています。いよいよみ。あいどうぞいらっしゃいませ到着しましたね。はいここはねエントランスになってます。まあね、えー、着物のね、えー、ボディが迎えてくれて、えー、入りますとですね。 えー、まず左手にこちらははいはいこっちはですねレディスのジャージとかデニム素材の、えー、割とカジュアルな着物のですねレディスのコーナーになってますはいスタッフの堀さんがお出迎えしてくださってますので男性男性はいいらっしゃいました <laughs> はいここはですねはい、えー、まあ小物も,も結構珍しいのがなんかバッグとかもありますしそうですねまあ季節に応じてっていうのもありますしはいあのー なな、んていうかなあの一番こうカジュアルなところなので他の呉服屋さんには置いてないものがこう見,える見られるゾーンなのでねえ割とこうちょっとアイキャッチも含めてそういうものをちょっと前にね、今回え今回ではね持ってきております。でねずっと来まして <はい S 2> えね小物が並んでるねところであるとか、え。ー まあ、陳列台がねこう。全体には並んでます。で、この陳列台もですね。あのー、どちらかというと、うん、アート作品とか、えー、なんかこう工芸品をね。こう置くような。そういう陳列台をちょっと目指しまして、ガラス台をね。ちょっと低めにこう。上からそれこそね。こう覗くような感じの実は陳列台にしております。うん、で、全体はですね。割と正面も落としてまして。 うん、それこそそのスポットがポッとこの陳列材に当たるような、えー、そういうイメージよ、ね、ああそういう設計をされてるんですねそうなんですよねはい、えー、続きましてですねちょうどこちら左のゾーンはうわ、えー、天井もすごい素敵なはいそうなんですこっちらゾーンはね天井もガラッと表情を変えて、まあ、違うねゾーンに入ったっていう雰囲気もなりますし、はい、あの天井はですね西陣織の帯の食器を改造して えー、天井をね、一枚の絵のように、これはね、日清織り、織物で作ってます。で短冊状にこうね、それこそ二十数枚のパーツを組み合わせて一枚に。へえ、そうなんですね。実は、気がつきませんいや、初めて、全然気が、気づかなかったですね。いやいやいや、あの、実はもっとよく見ていただくと、実は床も、面白くて。何はい。ちょっとこっからこういう、こういう角度で映してもらうと。で、実はこの床、はい。 立ちになってるんですけど実はこれ天井の西陣織の木立ちと実は下のこの木これオリーブの木,、はい、あの木材で作った床なんですけどもフローリング特殊フローリングを実は天井というかと鏡写しでリンク,リンクさせてるんですねな,ですなるほど天井というかとで一つの空間っていうこの中に入っていただきますとよりこう、まあ、僕たちのね真骨頂の えー、絹の着物のゾーンになってきます。メインにいつもライブの背景でね、映ってるそですね。そうですね。はい。これ上にね、上太郎サイトあるんですけど実、はい、は、あの、記念すべき第1号店の六本木ヒルズ店の。あ、そのところから。はい、掲げてたものを実は。引き続きこちらでも。はい、そうなんです。はい、い。あの、移設ね、させていただきました。はい。じゃあここはね、えー、っと、絹のコーナーではあるんですけれども、 田、えー、物ぼのと、えばのものと、それから帯なんかもこうね、ここに集積して集めております。で、えー、そうですね、また見,ごろ見どころのね、うちのショップの見どころとして、実はここのフすまんを開けますと、フィッティングルームになっております。ちょっと見ていただきますと、じゃじゃん、開けるとまたね、面白い空間が広がってまして、はい、ここ入りますと、まあ、約ね、こういう広さのフィッティングになってまして、実は、 フォスマの頃も西インオリのねそうですよね先ほどの天井とかと一緒の天井というかと同じ空間ではいあの形のねカラーってますあ天井はジ太郎トロサのロゴも入ってるんですねこの形ででここはあのこのねフスマもグラデーションになったフスマでまあ開けるとねちょっと面白い世界観がある、うん、そういう小部屋になってます、ね、テンション上がるでしょうねここで,で、ね、フィッティングしていただくとそうなんですよこう閉めるとね柄が全部こう柄合わせになっているので、はい、あのなんていうかな あの写真のスポット、結構皆さんここでね写真を撮っていただいて、ね、いねはい、あの SNS なんかね上げていただきます。はい、はい、ではですね、次は奥入った奥の一番右手の奥なんですけども、ここはメンズの構内なんですメンズ。はい、うちはね実はねメンズのお客さんもすごく多くて、そうですよね。全体のね約4割が実は男性のお客さん,なんですね。そんないらっしゃるんですか。そうなんですよ。ですからまあこれがちょうどもう本当に。 うちもまあ定番の人気アイテムの着物の下に着るねメンズ用の、えー、カットソーですか、ね？はい着物の長襦袢のまあ略のもんですけどもねカットソーになって洗濯,洗濯機で洗えるようなそういうものもねご用意があります。今ちょうど上田さ、うんごっき着られてるのもそうなんですか？すこれもね実は襟元<あ> <T> が T, T シャツ T シャツなんです。あそうなんですね。そうなんですよ。まあこういうものもご用意がありますし、はい、こ,こっちの棚は えー、メンズのジャージとデニム素材のコーナー、それから昨日ね、えー、僕たちの作ったプレミアムな造りであるとか、セッター、そういうものが並んでます。かっこいいですね。ありがとうございます。やっぱジャージとかデニムは、やっぱ初めの方もね、以前あのショ、あのスタイリングショーでも紹介されてますけど。うんうん、そうですねあの、うん、とにかくあの 思いのほうが来やすいですし、はい、あの、安っぽさもないので、すごく評判がいいですね。うん、あの、とにかく、敷居を低くしたっていうね、大きな役割をしてくれてますね。はい、はい、えー、っとね、この。メンズの、この奥にはですね、カフェのテーブル席がずっと、ね。じゃあカフェなんですね。そうなんですよ、はい、カフェ。うちの店はね、カフェも併設。まあ、多分スイーツを。メインに扱うスイーツカフェなんですけども。はいえー、こういうふうな感じで、て こに、えー、同じく、ね、店を構えていますですので、着物屋なんだけどカフェもあるという、ね、すごくシリアスな構成のショップになっています。一旦は、ね、初めての方はちょっとたじろぐ感じも実はあるんですけれども、意外と入っていっていただくと、意外と落ち着くということで、好、え、評、ー、いただいています。まあ、ちょっとあと造作のあれなんですよ。これは実は組木細工で、はいあ。組木なんですから端まで 7m の長さの実は1枚ものの組み木になってます。うわすごいな、これ。普通はね、こう、区切って区切って足していくんですけども、はい、もちろん搬入の時は分解してるたら、ここでまた組み上げて1枚のものにしていく、結構こだわりの組み木、立体のね、3D 組木になってます。奥行きがなんかやっぱあるように、すごい感じますね。そうですね、この組木の裏には、このまたグラデーションで、実はこのグラデーション、下がオレンジで、上行くほどブルーで、これ、あのー。そういうところこだわってるんですね。 あの浮世絵の夜空っていうのが実はオレンジから紺に変わるグラデーションなんですが、はい、今回こっちはね京都から江戸に来たので江戸の夜空を実は、えー、このグラデーションを表しているなるほど、はい、しなかったでしょう初めてお聞きしました <laughs> ぜひ皆さんちょっとお楽しみく,ください <laughs>、はい、あとですねこちらにはこうカウンターの席もご用意しておりまして、はいえー、お一人様でもねぜひ楽しんでいただけますのでいらしてください、まあ、今ちょっとね もう時間終わっているので、クローズしてますけれども、えー、このカウンターも結構ね、落ち着くいい場所だというふうに、好評いただいておりますので、ぜひご利用ください。はいまあ、ここがね、最後のレジのカウンターになるんですけど、実はここにも一つ、レジバッグに大きなアートワークがありまして、これも組木細工なんですけれども、約数千個のね、パーツを実は組み上げて、一つのものを作っています。 でここにはですね、うちのロゴマークがね、はいえー、シルバーで写ってるんですけども、これは京都の神社仏閣の飾り金具を作る職人に、これも手打ちでね、手作りで作ってもらいました。こちらですね、はい。それをね、えー、うちのロゴのシンボルマークを、えー、レジカウンターの奥にね、鎮座させております。実はね、ここ、まあレジね、このアートワークのバッグに、はいあの、僕の実は隠れたフォトストップスポットになっておりまして、SNS とかのね、 キービジュよくここでね。マイキービジュアルみたいな。ここ,ね、いなここで撮ったりとかしております。<laughs> はい、そんな場所ですで、ね。かっこいい雰囲気ですね、ここだと。そうですよまあ,あの、こんな感じでね、はいえー、うちのお店。うん、普通の呉服屋さんみたいにしたくなかったので。いや、かっこいいですよ、雰囲気も、うんあの。見たことのない呉服屋さんで、まあ、銀座シックスそのものがシンプルで高級な店がたくさんあるので、ん逆にシンプルはやめようと。 逆にちょっとごちゃごちゃしてるんだけども何て言うかなちょっとミステリアスなお店で、はい、おちょっと入りたくなってしまうような呉、まあ、服屋さんというよりかアーティストショップにしようよということで本当にトゥーマッチもうやりすぎぎりぎりのほの手前のおしゃれで、えー、感動的で刺激的なそういう空間にしようよというところで、えー、空間デザイナーのね樋口さんと一緒に。 コラボして作った空間ですまああのー、空間見るもよし、えー、カフェに来てね、えー、スイーツ食べるもよしもちろんあの新作の僕の着物もありますので、えー、本当に一粒で二度おいしいじゃないですけれども是非ね銀座へお越しの際には銀座シックスにお立ち寄りいただいて、えー、4階のね城太郎サイトのショップを、まあ、一度ご覧いただいて銀座の関所を作りたいなと思ってますので是非、えー、お立ち寄りいただきますようによろしくお願いします。 皆様お待ちしております。ありがとうございました。今日はご案内ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ぜひいらしてください。